さんのフリーガンダム解説動画。皆さんどうも、霊夢です。マリサだぜ。今回も引き続き、新 SD ガンダム外伝の第2弾である、ゴールドサーガ編を紹介していこうと思うのぜ。前回ラクロアを出て新たな旅に出たドモン、社員、ドラゴンサイサイの4人は、ミリティア王国へとたどり着いた。そこで新たな選ばれし者である、闘士マックス、訓練士チボデイ、剣士ローズ、剣士ジュルジュたちと出会うこととなった。だがそこへまたもやデスペリオル族が強襲を仕掛けて襲いかかり、パワーアップしたデビルドラグーンに、キングオブハートは敗北してしまう。そこへ現れた、砲術師スピーゲルによって助け出された二人は、真のユナイトを果たすために、自身の影と戦う修行を行う。さらにその頃ミリティア王国の戦士アルゴは、デスペリオル族の重戦士ボルトガンダムを目覚めさせ、二人は最後の選ばれし者となった。これでついに揃った選ばれし者たちは、それぞれの人気を召喚し、デスペリオル族の居城であるゼクト城で、戦いを繰り広げる。その戦いの最中、スピーゲルのカルト人気、シュバルツディーラーからアディションパーツを託されて、人気たちはパワーアップを果たす。さらにそこへ主要を果たしてパワーアップした、先人気キングオブハートが駆けつけ、いよいよこれで全員集合を果たす。今度は圧倒的な力でデビルドラグーンを倒すものの、真の黒幕は城の奥にいたのであった。それでは、ガンダムファイト、レディーゴー。真の黒幕出現、その名はダークロード、マスターガンダム。ということでデビルドラグーンを倒したことで、デスペリオル族はこれで壊滅かと思われたが、実は真の黒幕はこの、ダークロードマスターガンダムであった。やっぱり黒幕おったんか。もちろんモチーフは、機動武闘伝 G ガンダムに登場した、ドモンの師匠マスターアジアがカルモビルファイター、マスターガンダムだな。うおー、かっこいいー。でこの突如登場してくるダークロードマスターガンダムなんだけど、実はスペリオルドラゴンと深く関わる前日談がある。え、あのスペリオルドラゴンと、その話が詳しく語られているのが、新約 SD ガンダム外伝ゴールドサーガ、黄金の勇者伝説編だな。これまでもちょくちょく取り上げてた話だね。いずれ詳しく語るつもりだけど、かつてのスペリオルドラゴンは、グラディエータガンダムエッチアという、一回の剣士に過ぎなかった。モチーフは名前通り、ガンダムダブルオー主役機であるエッチアだな。まさか過去の時代の主役に選ばれるとはね。それが神の啓示を受けたことで、バーサル号という時代を担う神を決める戦いに、参加することとなる。戦いで神を決めるのが、いかにも古代って感じ。その戦いの参加者の中に、マスラオマスターガンダム、HP990 がいて、この男こそがマスターの昔の姿である。ちなみにモチーフは、やはりダブルオーに出てきたライバル機のマスラオ、そこにマスターガンダムを加えてアレンジしている。なんという大胆なアレンジだけど、素晴らしいデザインの組み合わせ。マスターは不老不死と、強大な神の力を得ようと参加したが、三種の神器を得て、勇者ガンダムとして覚醒したエクシアに敗北してしまう。おお、もうこの時代から三種の神器あったのね。敗北したマスターであったが、自らの野望を諦めきれず、闇の者と契約したことで、ダークロードスサノーマスターガンダムとなった。ここからダークロードになったのか。ダークロードとなったことで、HP は一気に4902までパワーアップ、モチーフもマスラオからスサノーへと進化しているな。ダブルオーでもマスラオからスサノーになってたし、よく見ると頭の形が SD にすると似てるから、ほんといい組み合わせだね。マスターもパワーアップしたが、エッチアはさらにパワーアップ、神であるスペリオルドラゴンダブルオー、HP5000 となっていた。ここでスペリオルドラゴンが初めて誕生してたのね。そんなスペリオルドラゴンダブルオーに対抗するべく、マスターは暗黒騎兵クーロン、MP19000 に乗って襲いかかってきた。モチーフはマスターアジア最初の登場機であった、クーロンガンダムだな。G ガン本編にもちょっと出てたよね。しかしスペリオルドラゴンはカイザーワイバーンと合体したことで、黄金新スペリオルカイザー、MP25 万へとさらに強く進化した。25万。これは圧倒的すぎる。当然神の圧倒的な力の前にマスターが叶うはずもなく、スペリオルカイザーによって、地中深くへと封印されていった。だがそんなマスターの、数奇な運命の物語はまだ終わらない。マスターを倒した直後に、スペリオルドラゴンはバロックガンと戦い、すべての力を使い果たしてしまった。
そのために封印が少し弱まり、意識を取り戻した時にマスターの魂は、異世界へと召喚された。するとそこで待っていたのは、暗黒魔人ダークネスハート。この人物こそ、マスターに力を与えた張本人である。モチーフはキングオブハートが代々所有する、シャッフルハートというモビルファイター。おお、こんなマニアックな機体まで。その目的は敗北したことで絶望したマスターから生まれる闇のエネルギーを吸収することであった。そのため正体である暗黒魔人、デビルダークネスとしての姿を現した。この魔人についてはちょっとややこしいんだけど、実はスペリオルドラゴンが内包していた悪の一部という存在。しかもその原因がゴールドサーガの始まりとなったコロナの場から守るためにスペリオルドラゴンが死んだあの時であった。その際にチェッター区の一部が時空を超えて、太古の闇の世界にたどり着き、それが成長してデビルダークネスとなって、過去世界のマスターに干渉していた。え、それってつまり、未来で分かれた悪の一部が別世界経由して、過去世界に干渉したってこと？わかりにくいがそういうことみたいだな。だがマスターは暗黒魔人の思惑を超えて、逆にエネルギーを吸収し、最終的にはデビルダークネスが倒されたことで、ここでついに、今生の黒幕として暗躍していた、ダークロードマスターガンダムとなったのである。なるほど、今のマスターガンダムになったのは、暗黒魔人の力を完全に自分のものにしたからだったのか。しかもその時、スペリオルドラゴンがコロナの場が原因で死亡し、竜一族の末裔が関わっているという未来のビジョンを見る。そこでスペリオルドラゴンに協力した竜一族の名誉を陥れるため、先々のためにデビルドラグーンを生み出すことを計画する。だから唐突に、デビルドラグーンなんかが出現してたのか。さらにいずれ来たるべき戦いに備えてか、異能戦士と呼ばれる実験兵士を作り出していく。あ、あの異能戦士は、人工的に作られた兵士だったのか。その最初期として、異能戦士シャドウフレアフェニックス、MP230 が、肉体改造を受けたことで生み出された。実はこう見えて女性の僧侶であり、闇の炎のエネルギーをまとうことができる。だが無理やり実験台にされたせいか、常に暴走状態である。女性で無理やり実験台？一体何されたんでしょうね？マスター思った以上に下水。さらにデビルドラグーンに忠誠を誓って力を与えられた、異能戦士インフェルノゾロアシャー、HP250。全身にグレンの炎をまとい、サワンのヒートローターで敵を切りつける。このキャラこそが正式な、異能戦士第1号のようだな。なるほど、デビルドラグーンが力を与えていたのか。さらにいずれ訪れるスペリオルドラゴンの死や、地上の様子を探るべく、ダークロードマスターという、人間の姿を持つ分身体を作り出した。モチーフは見てわかる通りに東方腐敗、マスターアジアだな。まさか人間体があったとは。とこのように実は物語の開始のだいぶ前から、いろいろと裏で暗躍していることが近年判明した、ダークロードマスターガンダム。そんなマスターがスペリオルドラゴンの死によって封印が破れ、かつての無念を晴らすべく、今度は神が残した選ばれし者たちに牙を剥く。なるほど、古代からの深い因縁があったわけね。ということでここからいよいよ前回の続き、敵の根城であるゼクト城を落としたかに見えた社員たちだが、ダークロードの罠によってゼクト城は炎上爆発し、彼らは全員巻き込まれてしまう。デビルドラグーンが敗北することも、見越してたのか。そんな絶体絶命の彼らを救ったのは、やはりスピーゲルであった。しかし限界を超えて砲術を酷使したため、もはや衰弱しきっていた。スピーゲル。その時スピーゲルのマスクが外れ、その下からなんと、ドモンの兄である教授の顔が現れた。実は選ばれし者たちを真のユナイトに導くべく、非常に徹するべくマスクをかぶって、スピーゲルという別人を演じていたのであった。スピーゲル人間族だったのね、しかもドモンの兄。彼は最後の最後まで、弟含む選ばれし者たちを守るために行動し、そしてその最後に、自らがつけていたマスクをドモンに託していった。そのため今後ドモンは、兄のスピーゲルマスクをつけて戦い、その HP も1500にまでパワーアップしていく。さらに彼の一族代々に伝わる東方剣の奥義、天波狂乱山という奥義をマスターした。おお、まさかドモンが、こういう形で強化されていくとは。ただ教授はここでさすがに力尽き、選ばれし者たちを救出すると、自身は炎の中に消えていった。兄教授という、尊い犠牲を払いながらも脱出したドモンたちは、再び古巣のラクロアへと戻った。
だがマスターは、それよりも先にラクロアへと来ており、かつての戦いにより、多くの騎兵が眠っているという騎兵の谷で発掘を行っていた。ラクロアにこんな場所があったのか。ドモンたちよりも先に、騎士団長ネロス率いるラクロア騎士団が谷へと向かうが、モンスターたちが次々と襲いかかってくる。モンスターブルドッケング、HP54。主人に忠実な、見た通りの N 型モンスター。それだけに、隠れているユニオン族の匂いをも嗅ぎ取る嗅覚を持つ。これは戦闘用じゃなくて、番犬用のモンスターって感じね。モンスターファラオマミー4世、HP397。飛行神伝説編にいた、モンスターボリノークマミーを従えている。なるほど、同じミイラ型モンスターという共通点ね。ちなみにモチーフも、ミイラのように本編で蘇っていた、ファラオガンダム4世。だからミイラ型モンスターになったのね。あと前回紹介した、モンスターペスカトーレダックなんだけど、一匹だけ灰色の色違いが混ざってたんだけど、実はその正体はアヒルではなく白鳥であり、ペスカトーレスワンへと成長して、仲間を求めて旅立っていった。まさかの醜いアヒルの子、話の本筋と全く関係ない。あとは異能戦士ワイルドウォッグ、HP310。野生のパワーとスピードによる鋭い爪で、敵を切り裂く。モチーフはゴッグと、X 面の敵キャラであるセイバープース。言われてみないとわからない、結構マニアックなキャラだね。さらに異能戦士ハンマーゲルググ、HP350。魔法のハンマーを武器とする異能戦士。モチーフはゲルググと、今やめっちゃ有名になったマイテそうだな。当時だと結構マイナーそうだよね。他にもゴブリン族といった、絶滅したはずのかつてのモンスターが出現してきた。懐かしいね、でも絶滅してたのか。だがこれらのモンスターは所詮前座であり、その本命とも言える、マスター直属の配下たちが襲いかかってくる。しかもその一人は騎士団長ネロスそっくりである、突撃強ネロスガンダムクローン、HP6000。ネロスクローン。しかも HP6000 ってめっちゃ強い。強いものが正しいと信じており、自らがオリジナルだと信じて、騎士団長ネロスを一刀の元で切り伏せてしまった。またネロスがやられてる？なんて不幸なやつなんだ。さらにそこへ現れたのは、走破強ジョンブルガンダム、HP5700。歴戦のユニオンの騎士として、同じく騎兵の谷へ来ていたのだが、裏切ってデスペリオル族となってしまった。まさかの裏切り者。モチーフはジョンブルガンダムといい、かつてはガンダムファイト優勝経験のあった、歴戦のガンダム。このガンダムも、結構外伝にぴったりだね。そして最後の一人は、考古教ノーベルガンダム、HP6200、モチーフはノーベルガンダムのバーサーカーモード。もちろん原点通りに女の子であり、おそらく外伝で初の女性型ガンダムだな。おお、ついに女の子のガンダム出てきたか、でも顔がめっちゃ怖いねー。こうなってしまったのは、実は彼女は操られているせいでもある。え、やっぱり、幻の水晶という貴重な宝術アイテムを持ち、それを狙われて操られてしまっているわけだな。それは実はジョンブルも同じであり、彼も操られる前は、正義に生きるユニオン族であった。そうだったのか、そのあたりは原点と違うのね。ネロスクローンだけはもともと悪の心で生まれたため別であるが、この三人は合わせて、デスペリオル三魔教と呼ばれる。そしてわざわざこの騎兵の谷に来たのは、この三魔教が乗るべく騎兵が眠っているためであった。やっぱり専用の騎兵があるのね。まずネロスクローンが狩るのは、突撃強ガンダムヘブンズソード、MP10000。素早い動きと原点通りの足技、さらに敵を切り裂く、金属製の羽を飛ばしてくる強敵。これはかなりの強敵だろうね。モチーフはもちろん G ガンダムに登場した、ガンダムヘブンズソード。ほぼモチーフそのままだね。次にジョンブルが狩るのは、走破強グランドガンダム、MP12300。見ての通り巨体を生かしたパワーと、背中から生えた巨大な角や腕のハサミ。さらにハサミからは、強烈なキャノン砲も発射することができる。パワー系のこれまたヤバいやつだね。モチーフはやはり G ガンダムに登場した、デビルガンダム四天王のグランドガンダム。カラーや細かい部分は違うけど、やっぱりこちらもモチーフとほぼ同じだね。最後にノーベルが狩る、考古教ウォルターガンダム、MP12600。手足を縮めてボール形態になって弾丸のように突撃し、一気に接近して、その巨大な爪で捕まえて鋭い牙で敵を噛み砕く。早速ジムが噛まれてる。やはりモチーフは G ガンダムの、デビルガンダム四天王のウォルターガンダム。モチーフよりかなりがっちりした感じになってるね。で実はこの三魔教も、古代の時代からマスターに従っており、
マスターと共にスペリオルドラゴンによって封印されていた存在である。え、そうだったの？ただやはりマスターと共に倒されたため、肉体は滅んで魂だけになって、騎兵と共に谷に封印されたわけだな。それがやはりマスターと共に復活し、その魂が現代で選ばれた3人の体に宿って、復活したというわけだな。それで操られているというわけか。ネロスクローンに宿っているのは、突撃強スローネアイン、HP2000。巨大な剣を振るうが空中戦を得意とする。モチーフはガンダム00に出てきた、ガンダムスローネアイン。そうか、古代は00メインだから、サンマ教も姿が違うのね。騎兵の方も姿がやはり異なり、突撃騎兵ソードスローネ、MP1000。ほんとだ、似てるけどだいぶ姿が違う。ジョンブルに宿っているのは、走破強スローネつぶあい、HP2500。やはりパワー系の陸戦を得意とする。モチーフはガンダム00に出てきた、ガンダムスローネつばい。おお、やっぱり00つながりね。スローネつぶあいが登場するのは、走破騎兵グランドスローネ、MP11000。おお、この時代でもいかにもパワー系って感じね。最後にノーベルに宿っているのは、考古教スローネドライ、HP3000。モチーフがネーナが乗っていたガンダムスローネドライなので、おそらく女性型だと思われる。なるほど、ガンダム00の3兄弟モチーフを、旧サンマ教にしたのね。これは本当にうまい合わせ方ね。スローネドライが登場するのは、考古騎兵ウォルタースローネ、MP12000。スローネドライモチーフだからか、現代の頃よりもかなり人型を保ってるのね。そんな新たな肉体を得て復活したサンマ教？それが待ち構えているとは知らず、選ばれし者たちも騎兵の谷へと向かう。ただその前に、ラクロア城がモンスターたちに囲まれているため、ジャックインダイヤが電磁ワイヤーネットで全てを絡めた。おお、まるでマップ兵器だね。ということでモンスターたちを任せ、残りのメンバーで谷へと来ると、ネロスクローンに敗れて捕まった、騎士団長ネロスの姿があった。すぐさま助け出そうとしたが、騎兵の谷で発掘された空爆騎兵、ヘリネーデル、MP2900 が邪魔をする。モチーフは風車に変形するネオランダのモビルファイター、ネーデルガンダム。こんな面白いガンダムまでいるとは、発想が自由だなぁ、G ガンダムは。重機兵40度、MP4100。自立意志を持つ騎兵モンスター、多数の足であらゆる方向に対応した戦法を取る。モチーフはビクトリーガンダムに登場したモビルワーカー、サンドージュ。モチーフ含めて、まさにモンスタータイプにぴったりだね。騎兵の谷に眠っていたゾンビ騎兵、ファラオ13世。敵味方の区別なく襲いかかり、騎兵のエネルギー源である砲撃を吸い取る。モチーフはネオエジプト代表のモビルファイター、ファラオガンダム13世。とうとうゾンビになったガンダムまで。そんな敵の騎兵を倒して進むが、今度はあのサンマ教の強力な騎兵たちが立ちはだかる。ちなみに3体揃ったことで、MP47000にまでなる。これはやばい、相当強力な相手だ。だが一刻も早くネロスを助けるため、サンマ教の相手は三人騎たちに任せて、ドモンとシャインは先へと進んでいく。頑強でパワータイプのグランドガンダムには、ウォルトとアルゴがカルブラックジョーカーが相手をし、ウォルターガンダム相手には、チボデイとマックスがカルクイーンザスペードが相手をし、素早い動きを持ち、空中戦を得意とするヘブンズソードには、ドラゴンとサイサイのクラブオンエースがそれぞれ相手をした。そしてドモンたちが奥へとたどり着くと、ネロスを加えた一匹の巨大な総統竜の姿が、そこにはあった。なんだこいつは。実はこの竜も、やはりスペリオルドラゴンと大きな関わりがあり、それを説明すると長くなるので、ここからは次回にしようと思うので。それではまた次回もよろしくです。